さあ本日は京都選手権陸上競技大会2022男子 5000m の決勝でございます。こちらのレースでは弊社ウェルビン株式会社代表取締役の池上秀幸が出場してまいります。この池上秀幸もですね、こちら今画面に映っておりますピンクのパンツの高校洛南高等学校の出身で、その後京都教育大学に進み、そして京都教育大学時代に谷川麻里ハーフマラソン、今のハイテクハーフマラソンですね、こちらの大会において、当時、最強市民ランナーとしてですね名を馳せておりました川内優輝選手を破って63分9秒という、日本歴代学生でもかなり上位に相当する記録で、優勝したというような実績もあり、まあ、この時にですねかなり、無名の国立大学生ランナーということで有名になった、そんなランナーで、その後はプロになり、そして今は実業家ランナーとして走っています。この、5000m の大会ではですね、まあ、この起業後のベストというものを目指して、レースに臨んでおります。この起業のベストっていうのが、14分40秒というタイムになるんですが、トラックにおいてはそれを超えていないので、今回ではこれを目指して今スタートというわけです。ここからの実況は私エルビン株式会社副社長のティラノがお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。早速今スタートいたしました。この男子 5000m は、これ1組2組とありまして、2組の方が、おそらく自己申告タイム、いや自己ベストタイムですね、こちらが上位の選手が集っていると、まあ、そんな感じになっているようですね。この京都選手権大会というのはですね、ある一定以上のレベルを必要としておりまして、参加賞標準記録というか資格記録というものが必要になります。つまり 5000m で一定のタイム以上を持たないとこの大会に出られないということで、その中でもとりわけこの2組については全員がですね 5000m で14分台以上と、そういうような選手が集まっているような、そういうハイレベルな組となっております。事前のレースの前のですね、池上との話の中では、まあおそらくこの組は先頭はですね、1000m は2分50秒ぐらいで通過するだろうと、そういうような予想を立てていましたが、この池上はですね、そのペースはちょっと早いかなということで、まあそれであれば、まあ少し後ろの方に構えて、そして、集団がばらけてきた時に少しずつ拾っていくと、そういうようなことを目論んで、レースに臨んでいるということですが、まさにその前日内は事前の、まあ予言通りの展開となっておりまして、400m は大体68秒、9秒ぐらいのところで池上は通過してまいりました。先頭は66秒ぐらい通過していきまして、まあさすが 5000m で言ったら2分50秒切るペースでレースは進んでおります。今池上のこの前に走っている北村選手という選手はですね、まあかつて昨年ですね、池上が3000m で、起業後ベストを出した、タイムトライアルがあるんですが、その8分25秒というタイムを出した時に、ペーサーを務めていただいた、まあそんなランナーでございまして、今年のね、3月池上が、賞金100万円を狙って出場したなにわ淀川マラソンというマラソン大会においても、同じく賞金100万円を狙ってね出場していた市民ランナーとして、京都のね、京丹波町、いや京丹後市の方かな、市役所で働いている公務員ランナーということで、この北村選手も出場しておりました。共にね、100万円を争って CO を分けたとか、そういうような間柄でございます。まあ、今回もこのレースにね出場されているということで、まあ、この北村選手と、そして弊社の代表の池上、この2人がですね、レース後方からレースの動きを伺います。さあ2周目の通過です。この池上の2周目 800m はですね、だいたい2分20秒前後で通過ということになりました。まあ、1周目とそんなに変わらないぐらいのペースで進んでいったということですね。言うてる間に 1000m の通過というふうになっていきますが、ホームストレートに入っていきます。先頭を引いているのは洛南高校生ですね。洛南勢が非常に多いんですが、洛南高校と、京都外大西高校、この京都外大西高校もですね、京都の中では、非常に強豪の、私立高校でございまして、洛南高校がいなかったらですね、十分に全国高校駅でも戦えるような、そんなレベルを持っているところです。そして池上が今、北村選手をかわして少し前につきました。 1000m の通過がおそらく2分53秒くらいですね、池上は通過していきました。先頭は2分50秒少し切るぐらいのペース。北村選手はですね、おそらく、ペースが少し速いと感じたのか、レースから少し離れていく、ような形になっていきましたが、池上はここで、先頭といいますか、まあ、大きな集団ですね、ここについていくことを選択しました。じわりじわりと間を詰めてですね、この集団の後方でまた、レースを伺っているということになりますが、まだまだね、足は動いております。この池上はですね、今回珍しくスパイクを履いておりまして、まあ、こちらご覧になっている弊社のね、特にメルマガ読者の皆さんなんかはですね、池上があんまりスパイクを履くというイメージはないかもしれませんが、池上だってね、履くときは履くんですよ。ね、安心してください。履いてますよ。スパイクを、ピンもついておりますということです。京都陸上競技協会から出場されました
まあ、こうしてね集団で見るとレースというのはゆったりと見えるんですが、これでもですね今2分50秒近くのペースでねレースは進んでいるということで、まあ、市民ランナーのね私たちからしたら、まあ、かなりですねハイペースといいますか、このペースでねもう1周たりとも走るのは結構きついんじゃないかというようなペースで進んでおります。依然として先頭は洛南高校生が引いておりまして、そして、そこからですね集団を構成して駅神がこの集団のしんがりにいるというような形でございます。実はですね私洛南高校時代にこの池上とは1個違いの先輩後輩という関係で、私が後輩ということが多かったんですが、まあ、後輩ということが多かったっておかしいですね、私がずっと後輩だったんですが、私はですね池上のレースに付き添いがかりという形で結構つくことが多くてですね、この池上のレースというのは高校時代からですねもう先導見ていた、そういうような形でございます。なので、まあ、この池上のレースはですね基本的に高校時代からそうだったんですが、最初から先頭を引いて先行逃げ切りタイプと、そういうようなタイプではなくて、どちらかというと、まあ、後ろ後方やや後方から後方に位置して、まあ、レース中段ぐらいからこう徐々にレースの終盤にかけてわーっと前に上がっていって、そして順位を取りに行くと、そういうようなですね、まあ、差し馬みたいな、まあ、そういうスタイルが多かったかなというふうに思いますが、今回はですねディープインパクトのような追い込みのスタイルをかけているといったところですね。さああと 200m でそろそろ 2000m の通過という形になってきそうですね。まだまだね、池上の足も動いているなという印象があります。今回そもそもなぜこのレースに出場したのかということですが、池上はですね、もともとこのレースに照準を絞っていたというわけではなくて、その前にですね、オーストラリアで行われますケアンズ、というところで行われるね、ケアンズマラソンというレースに出場を、予定をしておりまして、そこに向けてね、トレーニングをしていたので、まあ、完全にね、マラソン練習をしていた中での、まあ、急遽予定変更という形になったわけですね。さあ、まもなく 2000m の通過です。この2000m の通過はですね、およそ5分48秒ぐらいの通過というふうになっておりましたね。もう少し遅かったかな、5分50秒前後ですね、の通過という形ですね。先頭はもう少し早くて5分46、7秒ぐらいの通過ということで、まあ、依然としてね2分50秒台前半ぐらいのペースをキープしていると、まあ、そういったレース展開となっております。そしてここで、先頭集団がねばらけていきましたね。先頭集団、第2集団、そして池上の属する第3集団というような形で、第3集団は3名、洛南高校のあれは、誰だ、東選手、いや違うな、まあ、ちょっと背の高い選手が引っ張っておりますね。そうで、先ほどの話の続きなんですけれども、オーストラリアのケアンズというところで行われるケアンズマラソンに出場する予定で、そこで、マラソンを走るという予定でした。まあ、皆さんご存知の通り、オーストラリアというのは南半球にございますので、まあ、今の時期はですね、冬というよりか、まあまあ、でも日本に比べると比較的涼しい、そういった気候でございまして、まあ、この時期にですね、マラソンを走るとなると、おそらく北海道マラソンを走るよりかはさらに涼しいと、そういうような気候条件で走ることができるということでですね、そこでのマラソンで、それも賞金が出るということでね、池上をそこでの、成果を出すということでトレーニングを積んでいたんですが、やっぱりこの、ね、コロナウイルスの影響でですね、ジェットスターという航空が飛んでいないと、そういうことがありまして、まあ、それでねなかなか航空便も高くついてしまうと、まあ、いろんなそういった事情もありながら、諸事情があって、まあ、この京都選手権に急遽出場を、ね、変更したということになりました。なのでなかなか、ね、トラックに向けたその猛烈なスピード練習とかっていうのは十分に詰めていなかった部分もあったんではないかなと私は、推測をしております。ちなみにこのレースを迎えるまでにですね、先日池上はタイムトライアルを実施しておりまして、これはロードでね一人でやったというものになるんですけれども、ここでね企業ベストの14分40秒というタイムを出しております。なので今回はこの14分40秒は少なくとも切りたいというような心持ちで走っているというところになるんですが、ちなみにこの京都選手権における池上のベストタイムは14分32秒というタイムですので、できればそれも更新して14分25秒ぐらいが出れば理想だなというところで、今回池上はこれを走っているわけでございます。そして後ろからですね、先ほど後ろに一旦下がっていた北村選手がパッとかわしてきました。そしてここがね勝負の分かれ道になるんじゃないかなというところで、さあ池上がここにつくのかつかないのかというところですね、おそらくこれは今判断を決めかねてるんじゃないかなというところですね。ちょっと池上の中でも迷いがあるのか、それともここで詰めようとしているのか、そしてこれはおそらく詰めにかかるのではないかなという動きになってきました。少なくとも一緒に走っていた2人の高校生は置き去りにして、北村さんの、背中を追うと、そんな展開となっております。リズムとしては全然悪くないですね。まだまだ 2000m か 3000m、 もうあと 100m で 3000m 通過しますが、全然動きとしては鈍っていないというところが現状です。さあ間もなく 3000m の通過です。先頭はもうすでに 3000m 通過しております。
そして池上も今 3000m 通過しました。8分50秒前後での通過となりましたね。ペースはそこまで落ちてはいないんですが、1キロ3分近くまでは少し、落ち着いてきましたかね。1キロ2分58、9秒ぐらいのところでこの1キロもカバーしていると。そして 3000m 通過したぐらいで先頭がですね、動きが変わりました。岡田海生君、昨年全国高校駅伝5区を走った、今洛南高校の乗りに乗っている2年生、この選手がですね、ポーンと前に飛び出すような形で集団を引いています。そして池上も後ろから徐々に京都外大西高校の選手を1人食おうとしているところ、北村選手とは少しまた差が空いてきたかなというところで、若干脚色が今こうやって見てみると少し脚色が鈍っているかもしれない。まあ少し今腕をだらんとするような仕草がありましたけれど、まあやっぱり走っていく中でなかなか体の中の体内の乳酸濃度っていうのが上がってきているんじゃないかなというふうにも見て取れます。そしてね、池上の場合はですね、結構かかとから設置をして、かかとで休むと、まあ、そういうようなね、地面で設置をしながらこう体を休むというような、そういう感覚がある選手ですね。でこの 5000m においては 3000m から 4000m のが一番きつい、まあ、そういうところになるんですけれども、今まさにその一番きついところの渦中にいるわけです。でこの一番きついところっていうのはそれなりのペースで走りながらも休むと、まあ、ちょっとそういう不思議なね、感覚で走らないといけないところになるんですが、池上も今まさにですね、これ休んでいるところだと思うんですね。で池上が休もうとする時の特徴としては、よりねこのかかとでの設置っていうのが強くなる、そういう傾向がねあるんですけれども、このかかとが設置して、そのかかとが強くなるっていうことは、スパイクってね結構足のねつま先の方にピンがあるんで、つま先の方を主に使って走るっていう、そういう設計になった靴なんですよ、スパイクっていうのはね。だけどこのかかとでねそうやってついて走るってやると、あんまりスパイクの動きがね合わなくなる可能性っていうのがあって、このあたりで池上はこのスパイクとの、まあ、相性といいますか、スパイクうまく、まあ、この辺で使いこなせてないか、スパイクにちょっと足が負けてしまう部分もあって、今ねちょっと苦しい走りになっているかもしれないです。ちょっとペースがね落ちているような形となっております。ただそれでもね、先頭のから落ちてきたこの洛南高校生と、京都外大西高校生がさらに落ちてきましたので、それをねこうやってうまくかわして、そこからね拾っていこうかと、そういったレース展開でございます。さあ、あと1周回ってきますと 4000m の通過です。 3000m から 4000m が一番きついですので、ここの鬼門のところを通過すると、まあここからはですね、もう残り一息だと、そういう風になっていくわけですが、さあここからどういう展開になるのか、ますます楽しみです。さあすぐに高校生2人をこうかわしていくということはないんですが、おここでかわしていこうかというところですね。かわしていきましたね。はい、先頭に出ました。やはりこの前2人がですね、落ちてきている、前から落ちてきているということは、それだけペースが落ちているということですので、まあ皆さんも市民ランナーの方、これ見ていただいている方多いと思うんですが、まあ、市民ランナーの方でもですね、マラソン大会走っていると前から落ちてくるということがあると思います。で落ちてきた時にその選手に合わせるのはいいんですけれども、そこで合わせすぎてしまうと自分もね結構そのゆっくりのペースにまあはまってしまうということがありますので、こういうふうにね、できるだけ早めに抜け出す時は抜け出すということも必要になるんじゃないかと思います。そして 4000m を間もなく通過していきます。先ほど 3000m が8分50秒前後の通過だったんですが、この 4000m はですね、11分58秒から59秒、おそらくほとんど12分ぐらいのペースになってきていたので、かなりですね、1キロ3分ぐらいの、トータルしたらタイムに落ちています。この 3000m から 4000m は、3分10秒近くちょっとかかったような、そういう形になりましたので、このね池上でもやっぱりそれだけタイムが落ちてしまいました。なので今ね、ラスト 1000m を通過した時にガッと一気に切り替えたと思うんですけれど、事前に池上はね実は言っていたんですね。最後の 1000m はガッと上げてスパートをかけて上がるということを言っていましたので、こういう実践をしてですね、後ろの高校生と差を開けたということになりますが、やはりですね、このスパイクの影響も少しあるんだろうと私は思うんですが、なかなかですねうまく思うように上がりきらない、そこでもどかしさを感じているんじゃないかなというところが見て取れます。さあ先頭岡田選手がバッと通過していきました。残り 600m、 そして2番手は洛南高校出身の引田選手ですね。その後日大に進んで、日大でもですね主要大会何個か走ったということで、カンカリのね、日大代表にもなっていますし、結構有力な選手ですよ。そして池上も走ってまいりました。残り 600m に差し掛かろうというところ、さあケアンズに飛べなかったこの恨みじゃないですね、この悔しさ、これをこの京都の焚き火スタジアムの地で晴らせるか。ここから残り1週半、ウェルビーイングの服に魂を込めろ、そういったお持ちで私副社長ティラノも応援をしておりました。正直ねこの辺りまで来ると相当ね苦しい分であるんですが、実は池上はレース終わった後に言っていたのは、そんなにもうあえぐような苦しいようなそういう感覚はなかったということなんですね。
ですのでちょっと出し切れなかったようなそういう感覚があったようなんですが、やはりこれはですね心肺機能がきついというよりかはもう足、まあ結構体がねなかなか動きづらいんじゃないかなというところがあります。ちなみに気温についてはこの日がそこまで高すぎるということはなくですね、少し陰っている部分はありまして、まあ若干湿気は強いなというところはあったんですが、比較的恵まれた天候ではありました。さあ北村選手が今ねラスト 300m ガーッと上がっていきましたが、そこを追いかけるようにして後ろから池上がやってきました。さあラスト 300m、長距離選手にとってですね、陸上経験ある人が多いと思うんですが、このラスト 300m というのはもうあと一息のところになってくるんですね。そしてここからのラストスパート、ちょっと足の動きがですね、足の高さがもう一度上がったかなというところで、やっぱりねラストスパートの時池上もねそんなに足を高く上げて走るタイプではないんですが、それでもですね、大きく、しかも体のね特に右手の癖っていうのが池上はありますので、右手のこう旋回っていうのをうまく使って、体全体のね、推進力を生み出して前に進もう進もうという、そういう走りとなっております。そしてラスト 100m 頑張れ。洛南高校ではファイトの後にデスをつける習慣がありますので、その習慣に習いたいと思います。ファイトです。さあ残り 50m、 14分49、50、51、14分51、2秒あたりでのフィニッシュとなりました。まあ、ケアンズマラソンに、ね、出場できなかった悔しさというのもありながらも、まあ、急遽この京都選手権にレースの予定を変更して、そして、レースということになりましたが、まあ、その中での、暑い中でのレースとなりました。大変お疲れ様でございました。そして応援していただいた皆さんありがとうございます。レースを終えた池上がこのままこちらのスタンドに戻ってきました。それでは本日の京都選手権陸上競技大会2022は私副社長のティラノから実況でお送りさせていただきました。今宵世界陸上の大会も行われます。陸上ファンの皆様、ぜひ世界陸上日本の応援と、そして弊社ウェルビン株式会社、これからのますますの応援をよろしくお願いいたします。ごきげんよう。アディオス。お疲れ様でした。